ブルックリン・アトランティックス・ブルックリン・アトランティックスは、1872年から1875年まで、ブルックリンを本拠地とし、ナショナルアソシエーションに所属していたプロ野球チーム、1855年に、アトランティック・ベースボール・クラブとして球団は創設され、プロ野球リーグ誕生以前の、全米野球選手協会の創設以来のメンバーとして1857年から、加盟して活動していた。 1859年の大会では11勝1敗の成績で優勝。1861年にも協会のチャンピオンシップを獲得した。以後、1860年代はニューヨークや他のライバルチームフィラデルフィアアスレチックスミュージアルクラブとしのぎを削り、1866年まで36連勝を記録したこともある。また1870年6月14日に、 1867年から数えて92連勝中だった新種なきレッドストッキングスに延長11回で8から7で勝利、レッドストッキングスの3年越しの連勝をストップしたチームとしても有名になった。チームはその当時、ジョースターとリップパイク、ジョージ・ゼットレインといった実力のある選手を抱え、ほぼプロ化された球団となっていたが、1871年の プロ野球リーグ創設にあたって、アトランティックスは初年度の参加を辞退、プロ契約の選手たちを他のクラブに放出してしまった。翌1872年に、アトランティックスはナショナルアソシエーションに加盟するが、前年の主力選手放出の痛手から回復できず、1875年までの4シーズンを大きく負け越して終わる。ナショナルアソシエーションはこの年限りで解散し、 1876年にナショナルリーグが創設されるが、アトランティックスには加盟の要請はなく、リーグに参加しない独立のチームとしてしばらく活動していた。1882年に新たに創設されるアメリカガソシエーションからリーグ加盟を誘われたものの、チームは参加条件を満たせなかったといい、少なくとも1881年まで球団は存続していたと考えられる。 1871年から1875年の戦績順位は勝利数による。資料によると、1861年のブルックリンエクセルシオールとのチャンピオンシップの試合は、試合中にアトランティックスのファンが暴徒化して続行できず、抽選で決定されたという、ありがとうございます。